冬の北海道。先月札幌市は年末の寒波で降雪量が過去最多を記録。除雪などの費用は札幌市でなんと年間200億円以上かかります。札幌から車で1時間半、空知の美唄、北海道でも有数の豪雪地帯です。かつては炭鉱で栄えた町、ここで捨てるのも大変な厄介な雪を生かす取り組みが行われています。昔石炭黒いダイヤって言ったんですけども、黒いダイヤからですね、雪が白いダイヤのようにこれからの、地域のですね、貴重なエネルギーとして皆さんに愛されて使われていくような、そんな風にですね、時代がなればいい。本間幸太さん、10年前民間で日本唯一という雪冷房専門会社を立ち上げました。その雪冷房とは、こちらは美唄特産の米6000トンを貯蔵する倉庫です。保管がうまくできると、そのまま美味しい、秋の新米のままですね、美味しさが保てますので。この倉庫に運び込まれているのが白いダイヤ、雪です。冬場に集め倉庫で一年中保存、空気を循環させて夏も倉庫を5度程度に、米の酸化を防ぎ味を保ちます。冷房コストは 58% 削減できたといいます。さらに一歩先に踏み出したプロジェクトが、これがサーバーになります。企業などから委託されたサーバーを設置運用するデータセンターです。大量のサーバーを動かし続けるために一年中冷却する必要があり、消費電力は一般的なオフィスビルの7倍に上るといいます。その冷房に雪を使うことで、東京なら年間15億円かかる費用を3億円に抑えられます。皆さん雪に苦労してですね、雪かき除雪大変なんですけども、それがですね、味方に変われば本当に嬉しいことだと思います。データセンターの敷地には市が除排施設で出た雪を集めてくれます。雪は木材チップなどで覆って万年雪に。コストをかけずに大量の雪を使えます。構想から13年、ついに実用化のめどが立ちました。データセンターは関東関西地域に8割強集積しています。大都市で大規模な災害が起きた際、多くの企業活動が滞る危険性があります。雪資源の活用が進めば、サーバー冷却費用の大幅なコストの削減ができ、結果的に北海道などへのデータセンターの分散が期待できます。データセンター市場は2025年には3兆円を超えるという試算もあります。さらに実験棟の横では副産物も。ビニールハウスに入るとそこにはキクラゲが。データセンターから出る熱をハウスの暖房に使っています。そして使った水は外気などで冷やし、再びデータセンターの冷房に。この他にアワビの養殖でも成果を上げています。雪から始まるエネルギーの循環、可能性は広がり続けています。ご視聴ありがとうございましたケロ。